これからエンジンかからずの故障探知をします。まずは現象を確認します。イグニッションオンでチェックエンジンチェックランプがついています。これは正常です。スターターも正常に回っているようです。電圧を点検します。電圧が来ていないので異常です。電圧はデリバリーパイプについているパルセーションダンパーで確認しました。フュエルポンプが回っていないことが考えられるので回路図をもとに故障箇所の絞り込みをします。絞り込んだ結果、サーキットオープニングリレーまたはサーキットオープニングリレーの周りのハーネス、またはフュエルポンプ周りのハーネス、または ECU に不具合が発生している可能性があります。まずはフュエルポンプの4番まで電源が来ているかどうかの点検をします。それではフュエルポンプ4番を測定したいと思います。オンの時0でスタートにすると12ボルトきます。だからフュエルポンプ4番は正常電圧です。次はフュエルポンプの5番を測りたいと思います。フュエルポンプ5番を測ります。オンで0ボルト、スタートで12ボルト来るので NG 電圧です。それではフュエルポンプのアース線の断線が考えられるのでアース線の導通点検をしていきます。まずフュエルポンプのカプラーを外します。次にゼロオーム調整をします。次は5番と5デー間の導通を測っていきます。無限大オームです。不具合箇所はフュエルポンプアース線の断線となります。